俺の名前は川村満。嫁のひろ子と夫婦になって今年で40年になる。43年前の今日、俺たちは突然の出会いをした。その時俺は24歳。サラリーマンの俺は仕事帰りに本屋に寄る途中だった。商業ビルが立ち並ぶ交差点で信号待ちをしていた。仕事帰りの社会人や制服を着た学生で通りはにぎわっている。そんな人混みの中からひろ子は突然現れた。待った？そう言って彼女はいきなり信号待ちをしていた俺の腕をぎゅっと掴んできたんだ。え？俺は驚いて振りほどこうとした。けどやめた。ひろ子の声は楽しそうに弾んでいたけど、顔はなんだか恐怖を感じているようだった。俺に対して訴えかけるような目で見上げてきた。彼女はセーラー服を着ていて高校生のように見えた。ストーカーとか不審者とか何か怖いことに巻き込まれて俺に助けを求めてるのかもしれない。俺は瞬時にそう思った。なので彼女と一緒に交差点を渡って書店に入った。店の中に入ってからもひろ子の体は緊張してこわばっていた。腕を組んで歩いているとそれがよくわかった。彼女を連れたまま俺はお目当ての本を買った。会計が終わったところで彼女は腕を離した。もう大丈夫です、ありがとうございました。一体どうしたの？実は怪しい人に追いかけられている気がして。もういなくなったかな？はい、多分。すみません、突然巻き込んでしまって。ストーカーなら警察に行った方がいいよ。一緒に行こうか？大丈夫です、いつも追いかけられてるってわけじゃなくて今日初めてだったんです。偶然かもしれないので。でもそうやって放っておいてもしも悪化したら大変だよ。店を出たらいるかもしれないし。確かにそうですね。ひろ子は悩ましげな顔で考え込んだ。そしてパッと顔を上げて上目遣いで俺を見上げた。懇願するような瞳に俺は思わずドキッとしてしまった。じゃあ今日は私の家まで送ってくれませんか？え？お願いです、一緒に来てください。ちょ、俺はひろ子に引っ張られるままに店を出た。この子強引な子だなという驚きもあったし、怪しい人に追いかけられてるという話も心配だったけど、それよりも俺の心はひろ子に振り回されることにドキドキを感じ始めていた。一緒に電車に乗りひろ子の家の最寄り駅で降りた。途中で彼女が高校2年生の17歳だということを教えてもらった。俺が26歳サラリーマンだと自己紹介すると、え？もっと若く見えましたと驚かれた。悪く捉えないでくださいね。なんていうか川村さんって無邪気な感じというか純粋な悪意がない感じがして、私そういうの分かるんです。分かるってどういうこと？共感覚って知ってますか？共感覚？はい、私人のオーラっていうか顔を見るとその人の持ってる色みたいなのが分かるんですよ。俺の色も見えるの？はい、川村さんの色を見ていい人だなって分かったので助けを求めたんですよ。ひろ子はそう言って微笑んだ。やっぱりその感覚は間違ってなかったです。優しい人だし助けてくれてかっこいいです。いや、そんな褒められると照れるな。お世辞とかじゃないですからね。今だって共感覚のことをすぐ信じてくれたじゃないですか。普通はなかなか信じてもらえないし、気持ち悪いって言われることもあるんです。すごいとは思うけど気持ち悪いとは思わないよ。そう言ってくれる時点ですごくいい人だってことです。
人の色が見える感覚は俺には理解できなかったけど、頼られているのは純粋に嬉しかった。不審者に追われているかもしれない状況でいきなり知らない男に声をかけるのは普通に考えて変だ。だけどひろこの場合は俺の色を見ただけで信用できると判断して頼ってくれた。そんな彼女の期待に応えなきゃという気持ちにさせられた。着きました。ここが私の家です。ひろこは一軒家の前まで俺を連れて行くと、俺を連れて中に入ろうとした。俺は門の前まででいいよ。そんなこと言わずに入ってください。え、じゃあ。本屋を出た時のように俺はひろこに引っ張られ家の中に入った。ただいま、お客さん連れてきたよ。すると中からひろこのお母さんが出てきた。パッと見て親子だとわかるくらい顔が似ていた。高校生の親なんだし50代のはずだが、30代後半と言われても信じるくらい若く見える。ひろこの顔はお母さん譲りなんだなぁと俺は納得した。顔だけじゃなく明るくてパワーのある性格もお母さん譲りだった。おかえりひろこ。その人は？川村さんっていうの。さっきちょっと助けてもらって家まで送ってきてくれたんだ。まあそれはそれは、娘がいつもお世話になっております。ちょっとお母さん、なんか勘違いしてるでしょう。さっき会ったばかりの人だよ。あら、そうなの？なんだ、お母さん、ひろこが彼氏連れてきたのかと思ってびっくりしちゃったわ。彼氏じゃないよ。だけど私を助けてくれた大事な人。お母さんもおもてなししてね。わかりました。さあどうぞ上がってください。お邪魔します。親子の勢いに押されて俺はリビングに案内された。お母さんがお茶を入れてくれて、俺は名刺を出して自己紹介した。そしてひろこと知り合った経緯や、彼女が不審者に追いかけられていたらしく心配で家まで送ってきたことを話した。そうだったんですか。娘を助けていただいてどうもありがとうございました。いえいえ、ひろこさんが助けを求めてきたからできることをしただけです。しっかり者の娘さんですね。と言うとひろこは顔をあからめて俺の話を遮った。お世辞はいいですよ。お世辞じゃないよ。変わった感覚を持ってるみたいだし、そのせいで大変なことだってあるだろうけど、それを立派に使いこなしててすごいよ。俺がそう言うとひろこは照れてうつむき黙りこくってしまった。その様子を見てお母さんが笑った。微笑ましいひとときだ。結局ひろこはその後ずっと拗ねたみたいで、俺とお母さんの会話に一言も入ってこなかった。お母さんもひろこと同じく話し上手で、俺は30分くらい世間話をしてしまった。明日からはひとまず私か主人が車で送り迎えして様子を見ようと思います。そうしてもらえると俺も安心です。じゃあ俺はこれで。ああ、少し待ってください。お母さんはそう言うとメモ帳に何か書きつけて俺に渡してきた。そこには固定電話の番号と住所、駅からの簡単な地図まで書いてあった。うちの住所と連絡先です。よかったらまた遊びに来てください。え、いいんですか？ええ、娘も川村さんに会いたいと思うので。ちょっとお母さん！それまで黙っていたひろこがバッと顔を上げて叫んだ。顔は真っ赤でどう見ても照れていた。俺は思わずキュンとしてしまったが、お母さんの前で態度に出すわけにもいかない。お茶のお礼を言ってその日は普通に家に帰った。それから俺とひろことの交流が始まった。と言っても彼女はまだ高校生だし、二人っきりで会うというのはない。ケーキとかお菓子を手土産に
土曜か日曜に家に遊びに行くのがほとんどで、いつもお母さんが同席していた。日曜はお父さんも仕事が休みで、リビングに4人で集まるということもあった。両親が彼女を送り迎えするようになったからか、例の不審者は二度と現れず、俺も安心した。あの日、ひろこの照れ顔にキュンとした瞬間、俺は彼女を好きになった。彼女は基本的に強気で明るい子だ。だけど、かなりの照れ屋だし、共感覚という人に理解してもらいにくい体質があるから、ふとした時に寂しそうな顔をすることもあった。その表情はすごく大人っぽく、色っぽく見えて、俺は何度もドキッとさせられた。ひろこが高校を卒業する頃には、俺たちの仲は彼女の両親公認になっていた。はっきりと告白して付き合っているというわけじゃないけど、両思いだということが確信できた。みつるさん、ひろこちゃんと名前で呼び合うようにもなっていた。だけど俺は心の中で、彼女が高校生のうちは手を出さないと決めていた。直接言われたわけじゃないけど、ひろこの両親からもそういう圧を感じた。ほぼ2年間、思いを口に出さないまま友達関係を続け、卒業式後の日曜日に俺は彼女の家を訪ねた。いつも家電に電話してから訪ねていたから、その日もそうした。電話には最初お母さんが出たけど、途中でひろこに変わった。待ってますと嬉しそうな彼女の声を聞くと、俺も嬉しくなり、いつもより少し早足で向かった。家の近くまで行って驚いた。なんとひろこが門の前に出て、俺のことを待っていてくれた。俺のことを見つけると嬉しそうに駆け寄ってきて、初対面の時みたいにぎゅっと腕を掴んできた。二人だけでちょっと散歩しましょう。ひろこはそう言って、家とは逆の方向に俺を連れて行った。俺と同じで、ひろこも高校を卒業するタイミングを心待ちにしてくれていたようだ。ひろこちゃん、卒業おめでとう。卒業したら言いたいことがあったんだ。と俺は切り出した。ひろこは立ち止まって、じっと俺の目を見てきた。俺の彼女になってほしい。と言うと、彼女の目はキラキラ輝いた。よろしくお願いします。私、みつるさんと出会った時からずっと今日を待ってたような気がします。初対面の時からずっと好きでいてくれたってこと？そうです。私、共感覚で色を感じると同時に、その色が好きか嫌いかってことも感じるんです。みつるさんは今まで会った人の中で一番好きだなってずっと思ってました。ひろこはそう言って、照れくさそうにはにかんだ。彼女が一途に俺を思っていてくれたことに、なんだかジーンときた。じゃあ家に行きましょうか。お父さんとお母さんに私たち付き合ったよって報告しないと。そうだな、行こうか。俺たちはまた腕を組んで歩き出した。ひろこの実家に行き、彼女の両親に交際を認めてもらった。両親は俺たちの雰囲気を早い段階で察していたし、今日俺が告白するか、もしくはひろこから告白するか、どっちかには間違いないと確信していたようだ。お母さんが玄関で俺たちを迎えた第一声は、おめでとうだった。そんなに浮かれたオーラが出ていたかと、少し恥ずかしくなったくらいだ。やっとひろこの彼氏になれたと思うと、本当に幸せだった。それから1年後にひろこと結婚するまでの間も、彼女の両親は俺たちを支えてくれた。俺の親も健在だったけど、地元は遠方だった。だから結婚前も結婚後も、近くにいるひろこの両親に何かと頼ってしまったけど、快く受け入れてくれて助かった。時間が経つのは早いもので、気づけば俺とひろこも結婚40年。仕事もリタイアして
すっかり老人になった俺と違い、ひろこは今でも時々若いなと感じるような行動をする。実際、彼女は俺より7歳若いんだが、それにしても少女のような表情をしたりするんで、その度に俺は忘れていたときめきを思い出して若返るようだ。ひろこを見習って、俺もまだまだ元気でいたいと思っている。これが俺たちの馴れ初めです。